です。福田です。今日はですね、まあ、今ちょっとね塗装の現場、はい、ちょっとまだね1回か2回ぐらいしか出たことないやつだと思うんで、まあ、多分一番古いんじゃない？あって言ってましたね前の動画で。じゃあ何週古いだろって、はい、一週古いね多分。だってうちの営業マンとか、その社員のメンバーよりも古いよ。最古じゃない？はいって言ってましたね。うん、十何年、ね、はい、仕事はまあしっかりやるし、はい、まあ、本当何って言ったらもう本当に素晴らしいな。もう一切文句言わんな。ああそうです。もうきちっと言ってくれる。本当にまあもうやりこい、やりにくい現場とかあるじゃん。はい、要はこれお客さんがうるさいとかこう狭いとか、はい、ね、まあ、大変とか、いやもうこんな現場やってないっていう人もおるわけじゃん。はい、くしゃくしゃなところとかな、はい、サビサビとかな、はい、全部懸念して取らなあかんとかさ。ああそういうことですか。懸念って削ってないですね、はい、まあ、そういうの結構ちゃんとやってくれるし、はい、まあ、本当に古いな。何百頭じゃない？あすごいですね。それはそれはだって十何年おるんだもんで、はい、月4頭やったって年間50頭やるでしょ。10年おったら500頭600頭ぐらいやってるんだよ、はい、すごい数だよね、はい、うちの年間よりやってるでしょ。で、まあ、何のためにこんな、そんなところに撮影に来てるかというと、はい、まあ、ちょっとね、最近、まあ、塗装の職人さんが、はい、問題があるっていうわけじゃないんだけど、はい、やっぱさ、うちもちょっと、やっぱ厳しいからコロナとかでね。はい、で、ちょっと現場で YouTube とかもやっとるわけじゃん。はい、で厳しいから値段を下げるっていうのは、まあ、一時期、3ヶ月だけちょっとどうしても、ちょっともう本当に、ふらふら動いてるもんね、会社が。はい、5% ちょっと協力費取ったんだわ。はい、コロナ協力費みたいな感じで売り上げから 5% 引かせてくださいと、はい、で30万だったら1万5000円、50万だったら2万5000円だよな、はい、で売り上げに応じて協力してくださいみたいな感じで、はい、もうちょっとあったような気もしたけどちょっとはっきり覚えてないけど、はい、でまあ3ヶ月ぐらいでまあ切り抜けて、まあ、今通常の単価で払っとんだけど、はい、ただそういう中で、はい、職人さんな確かにやってくれてるけど、はい、まあ、もう一回本当に兜を締めるっていう意味も含め、はい、まあ、いろいろ現場行って、はい、ババ行って、はい、リケッチチェックして、はい、職人さんいじめて、はい、まあ、いじめてって言葉悪いけどレベルアップだよな。はい、鼓舞するみたいな。そうそうそう、まあ、あとはなんかやっぱ職人さんお客さんも結構見たいって言うじゃん。あそうですね。結局俺がわわわわ言っとっても何やこの社長みたいな感じじゃん。はい、席ばかしやがってってまあそんな現場こういうのが一番嫌だな、文句言ってな、はい、わあわあ言ってで、まあ1個や2個は絶対指摘事項があるんだわ。ああそうなんですか。どんな職人さんでもどんな職人さんでもあるじゃんやっぱ、はい、みんな完璧じゃないからさ、はい、俺も外からまあ俯瞰して見てもらうことでさ、だけどまあそれを嫌がらずに、あこの会社を良くしていこうっていう思いがあるもんで、はい、いいんちゃう、まあ、そういう中で職人さんの再教育されまして、まあまあ、うん、まあ一生懸命仕事やってくれるので、まあ見てもらうと分かると思うけどな、本当にこれだけの職人のレベルがやっぱ揃っとるって、まあ歴史もあるし、はい、であとはやっぱ塗り替え道場ってブランド力だよな。そうですね、やっぱあの YouTube やる前からこうやって人はいっぱい来とったかな。あそうなんですか。塗り替え道場の仕事やりたいやりたいって言って、はい、うん、まあでもまあ職人さんな本当に、まあ、まあようやってくれとるよ本当に、はい、うん、こうやって見ると動画で見ると、まあ、そんな指摘ばっかあるんだと思うかもしれんけど、もっと上、もっと上だよな。もっと上は目指せるけど、上はいくらでもあるじゃん。はい。なんかそれと同じやな。まあ、今日は職人さんいじめて、楽しもうや。職人いじめが一番楽しいわ。職人いじめが一番楽しいわ。サイコさんなのに。あ？サイコさん、サイコさん、サイコひ、サイコ平原だわ。もうこれで終わりなんだ。そうで、はい、まあ、手直し中ですね。手直しを今ずっと。手直しっていうのはもう管理も来たの？今日が3時ぐらいに河合さん来て、うん、で一緒に検査して、あ今日今からこれから来るんだ。これから来るんで先その前にちょっと掃除とか直しやっといて、きっちりやっといて、うん、で最後河合さん見てもらって綺麗になりましょう。はい、これ平原ですわ。うちの平原でございます。勝手にうちのもんにすんなって。はい、雨戸は？雨戸ももう。雨戸はどう？吹き付け？吹き付けですね。こっちは。はい。これだよ、ね。まあ塗装屋さんが見たらわかると思うけど、誰でも。綺麗になるかね。あ、すごいですね。これ吹いてるで、これすごいよな。こんだけ綺麗になる。こっちは結構、こっちはすごい。全部下地が全部めくれとるね。こんだけめくったすね。あ、
もうめくったじゃん。めくってもう張り返しな感じぐらいだったんですけど、まあ、めくってやるわって。めくってとりあえず今回はっていう。今回はめくってやりましょうかって。全部こんだけめくって。うわこれ全部な。あそういうことか。自分の後や。あの下工程多いですね。あの下塗り透明浸透性入れて。あそういうこと。はい。浸透さしといて固めて。浸透性シーラーを一回入れて。一回入れて。めくるよね。はい、めくるよね。浸透性シーラー入れて固めて。うん。でそれからあの下塗り微弾性入れて中塗り上塗り 4工程、ね、4工程両サイドだけ。わそれはもう何現場サイドで考えてやったんだ。そうですね。こっちだけちょっと横取りついてなくて、うん、多分雨が全部直接当たるって両サイド当たるんで、うん、痛みが多分なんかすごいこっちだけ。それはもうある程度営業も見積もりながら入ったの、はい、入って本当は張り返しなあかんぐらいだったんですけど、うん、予算的にやっぱり、うん、まあ、うち張り替えも提案するで、はい、あんまりひどいところね。ちょっと予算はオーバーだったので塗料は上塗り何塗ったの。フッ素ですね。フッ素、はい、あんまいいやつ塗ったじゃん、はい、まあ、じゃあちょっとこしっかりしたやつ塗ろうかってまた痛むねって。そうですね、はい、痛み出した、はい、すごいことになってましたこれ。こっちはすごいすごい。これだけ落ちてるもんね。うわそれは大変だったよ。 だいぶ取ったんですね。あこれ全部掃除して、掃除して、で最後まだカス取らなかったんですね。うわいやそんな養生かなんかして取れへんじゃん。いや、養生しとって、取って、あ、ちょっと袋に入れとったんだけど、はい、袋にして一番初めの高圧やった時の。あー、もうそんな時でこんだけ出た、はい、うん、こういうとこも。そして、はい、まだ下やってないんで、手直し、うん、上から、順番に。あ、上から今ずっと手直し、はい、で、これ拾っとったの、ずっと。あ、そうです、上から順番に、全色あるもんで、うん、トイと、うん、上の壁と、茶色と、こっちも。あー、そういうことね、全部チェックして、それがもう丸一日かかるんだ。そうですね、それが一番一応終わったっていうところから、はい、もう一回チェックして終わってバラシして養生とか全部取って、はい、ランジャシをやって、そうそうそう、そうやってかかるわけ。それが掃除掃除っていうと何か何の掃除しとんのと思うけど、はい、テープやったらまだ直しながら切るやつ。あそういうことか。もうちょっと直しながらってテープあってあるの、はい、ちょっと養生で取れたやつとか、うんうん、めくれたやつとか、うん、あそういうことな。このフードカバーがちょうど3色になっとるもんで、ね、そうですね、はい。で今回あの帯なかったんですけど、今回全部帯作ったんです、ね、あ色がなかったけど、はい、作ったの。作って、はい、それで現場で終わったの。河合くんが指示。そうですね、河合さん指示で。あちょっと帯だけ、帯正面だけあるんですけど3面が なかったんで、うん、今回またその帯で、あラインで帯を作っとんだ、はい、色分けしとんだよな、ね、3色で、はい、茶色になっとるんです、はいはい、こういうやつですね。どこ木部のナプル下のこれも何も全部取って、はい、ブルブルになったの。あの辺が全部もう前塗ってやったら多分塗料がな、塗料が起きてきて吸い込ませきれてないもんね。ボロボロになってたんで、ベロベロになるとこあるじゃん、はい、まあ、あそこあれはまだいい方だけど、ここがね。ああそうですね、あっちはまだこのハーフな、はい、これであの塗装だけでインクどれぐらい、まあ、シールはな別で全部やってる。もうこのシールも完璧にやっとるもんね。そうですね、こんだけシールやっとるとこはなかなか珍しいだろ。珍しいですね。塗装の職人がいるとこ結構多いだろ。そうですね、全部やらされるとこ多いだろ。全部コーティングからやる。十何年うちでやってるもん、もう分からんか。そうか、じゃあひなに指摘するとこねえな。なあ、こんな綺麗にした。いや、ネタバレぐらいはあるかなと思ったけど、ネタバレも綺麗にされてるじゃん。整理整頓されてるだろう。そういうことです。なんかつつくとこなかったからな。もうちょっとなんかね、なんかいじるとこなんかね、もうちょっと足場の上でも乗ってみるか。はい、一回。これ全部塗ってあるもんな。はい。いや、これも大変だったな、これな。そうですね、はい。これ塗ったん全部用意して。そうやな、これな。はい、これサッシュが自分で塗った。うわ、これ大変だ。養生が大変でしたね。大変だよな。はい、あー、終わりか。はい。なんかつつくとこねえかな。もっと職人いじめるのが仕事だよな。この辺もボタン、まだこっちはまだですね、直しが。こっち涼しいもんね、後からやるか。そうですね、こっちはもう狭いんで、うん、いや、だいぶここおると涼しいわ。涼しいそうですね。これお前一発しか入れてないだろ。はい、一発しか入れてないだろ。いや、二発ですね。うそうそうそう、髪が上がる。これ何年で撮るんですか。これはローラーとハケでやってますね。あのローラーで一発いって、その後ハケ、はい、そうだよな、ハケ、ローラーめちゃいけないもんな。こういうとこがハケ取って、うん、細かいとこ、うん、でこれは全部ローラーで。本当に。わあ、でもこれ塗料も全部これペーパー当てて、はい、2発入れるな。そうですね。うわ大変だな。はい、でもやっぱこんだけ
やっぱちょっと塗り分けると。で、一発入れて後で最後もう一発入れる。そうですね、はい、最後に2発しないで、はい、あんで壁に飛ぶもんね。そうですね、敵は1回は入れていきたいってことだろ、はい、最初に1回塗っといて、はい、壁塗る理由は、あ、これでも飛んどるもんな。そう、ね、あ、もうこれもこの指導だろ、ここまだ手直ししてないあ、でもこれも全部チェックするんだ、はい、ごめん、これカメラでもわからないけど、これな、で これでもうちの管理見つけてくるだろ。あ、こんなの多分全然見つけますね。いや、この前に多分全部直しちゃうんで僕。あ、もう全部チェックする、はい、ほとんど多分ないぐらいに。まだこっちやってないんで。あ、これこれ、これ、はい、あ、これあったあったあった、はい、まだこの辺あの、これ全部落としていくってことだよな、うん、こっち2面はもう終わったですね。本当、はい、あ、でもこっちじゃないぞと。こっちはまだやってないんで、うん、あ、でも順番に今日一日やるんだ。そっち上やっとるときにちょうど社長来たもんで、仕事になりますよ。3時まで嫌だもんな。飯だろ、はいはい、こっちでミスないか、伊藤、はい、探せ。ミスないですね。こっちはないですね。そんな探し方じゃ見つかるか、はい、何できんぞ。見つけんとお前ずっとこう一日おらせるぞ。今日はお前平原職人いじめるぞっていう動画だろう。そうですね、ちょっと頑張ります。ないんか、よくないんか。いいですね。あ、だけどこんな壁なんかあるわけねえから。そういう怪しいとこっていうのはトイのとことかそういうのだもんな。色分けの人のとことかそういうところじゃないとそれは飛ばんもんな。春のあたりとかな。まだしとったよ。あ、やっとった。ないか。まあ帰ろうかじゃ。まあ今日も暑いで。よし、じゃあ平君お疲れ。はい、お飯でしょ。はい、じゃあ視聴者の皆さん、あ、そうそう、外人とのマッチングって今やってて、今公開されたかな、はい、2021年の、8月1日からも一般公開しますんで、今現状そのいろんな登録とか職人さんの登録ができるようになってますんで、本サイトできましたんで、ぜひそちらの登録の方も、はい、外人とのマッチング、はい、で何ヶ月間はもう完全無料で、まあ、有料化よく問い合わせてくれるのは、どこで有料になるかとかどうとか言われるけど、まああんまり考えてないんだけど、勝手に有料になって勝手に金引かれるっていうのはもうありえないから、はい、多分クレジットカード登録とかで無料で使える部分はずっと使えると思いますんで、ぜひ無料登録の方でお使いください。よろしくお願いします。またね、また見てねんじゃないですよ。